分かってくれたんだね。常に前を向こうとするのは素晴らしい生き方だと思う。でもだからってそれ以外の生き方が間違いだってことにはならない。どの道が幸福に通じてるかなんて誰にも見えやしないんだ。君と出会えて嬉しかったよ。こういう気持ちが多分幸せって言うんだと思う。今まで本当にありがとう。ダミーのに今日もサボらず学校来てんね。感心感心。つかもう1年過ぎちまったな。来年から3年だぜ。高校もあと1年で終わりだ。その先になんか面白いことあんのかね。そんなもんかね。けどなんかいまいちだよな。今の3年見てたってさ、とりあえず勉強だけしてるっつうか、少なくとも面白そうには見えねえよ。いいんかな俺たちもこんなんで、なんか忘れてるっていうかさ。あれ、あの子なんかこっち見てね。つか何気に可愛くね。あの子この学校にいたっけ。何言ってんの君は。同じ寮の子でしょ。マジそうだっけ。名前は、そこまでは知らないけど。だよ、結局知らねえんじゃん。つうかようさ、年度の節目でバタついてて人の出入りとか最近わかんねえよな。ああそういや聞いた、真田先輩もうすぐ出てくって話だぜ。ボクシング部の真田先輩知ってんだろ。ほとんど話したことないけどね。そりゃ卒業生は出てくでしょ。霧城先輩ももう支度始めてるしね。霧城って、ああ生徒会長さんか。うちの寮だったんだよな。にしてもなんだろうねあの子。ねえ、なんでさっきからこっち見てるの。何かご用。あ、いえ、なんでもないです。なんかきっと思い詰めてる感じじゃなかった。ってもしかして俺に気があるとか。ありえないね。そういうつもり可愛くない。続いて卒業生当時、卒業生代表 D 組霧城満さん。はい。学園で過ごした最後の年は私にとって大役を拝命しての一年となりました。生徒会長の任を果たすにあたり、私は考え、未来の時間には限りがあるということから目をそらしてはいけないと。思えばこれを考える機会を与えられたのは運命だったのかもしれません。ご存知の方もあると思いますが、私は昨年父を病で失うという試練に。本音を言えば父を失い、私自身もまたこれからを歩む自信を失いかけました。私は一人で立ち向かうばかりを正しいと信じすぎていたかもしれません。誰もがそんなに強いとは限らない。支えてもらわないと立てない時もあります。父を失ってからたくさんの方に温かい言葉をかけていただきました。支え、守られることの温かみを私はここで皆さんに教わった気がします。私はこれからも大勢の方に守っていただきながら、限りある未来の時を歩んでいこうと思います。皆さんと共にこの学園で過ごせたことは、私たち卒業生にとって何よりの宝です。3年間ありがとうございました。
なんかしんどそうだな。なあ、あの会長さんでもやっぱ泣いたりすんだな。あれ、やっぱ来てねえな。ちょっと何？いや、何日か前に校門で見た子いねえなと思ってさ。卒業式なら来てると思ったんだけど。ああ、来てないの結構いるみたいよ。あんたなんか絶対そうだと思ってたのに、意外。そうか？つか、来年は俺らの番か。なんか焦るな。ユーカリッチは進路どうすんの？やっぱ進学？正直まだ決めてないけど。あなたは？そんなもんだよね。さっき会長さん泣いてたでしょ。私もお父さんいないから少しわかるんだ。でも未来の時間は限りがとか言われても、だから何していいかってわかんないよね。理屈はわかるけど、それってやりたいこと決まってる人向けだし。けどさ、そんな風に無理にやりたいこと見つけなくてもさ、未来がどうとか言い出さなくても、今日明日だけでも盛りだくさんだよね。あ、まあ盛り上げようによっちゃそうだけど。私思うんだ。人生の時間が幸せ探しとかのためにあるんなら、本当のことを知るだけが全てじゃないって。ガツガツ立ち向かったって疲れるしね。もちろんたまにはやんなきゃなんだろうけどさ、納得できてればいいんでしょ。結局どうやって時間を使ったってさ、今を将来のために使わない人がみんな悪くてバカってことにはならないでしょ。だね。今結構いいこと言ったんじゃねえの。私自身そんなに強くないからね。でも強くないから時々不安にもなる。難しいけどね。なんか結局すっきりはしないからさ。俺なんかしょっちゅうだぜ、不安とか。考えたってしゃあねえって。そういう時は騒いで忘れるに限る。あんたらしい。今の時代は気合い入れなくたって生きてけんだよ。俺たちがそうしたわけじゃないしな。ならまったり進行でいいんじゃね。ならもしまったり行けなくなったらどうすんの。そん時はそん時だ。つか、そん時のために取っとこうぜ、無駄な気合とかはさ。な、そんなわけでさ、カラオケ行かね。我々の前途を祝してさ。それは卒業生の方でしょ。まあそうだね、3人で行こっか。よし、決まりだな。